ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社。ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社。ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社は、ハドソン川を挟んで、ニューヨーク・ニュージャージーの領州にまたがるニューヨーク、ニュージャージー港とその周辺地域の交通インフラを管理、運営している港湾公社である。頭文字を取って、パニンジとも表記される。また、日本語では、ニューヨーク・ニュージャージー港湾局。 ニューヨークニュージャージー港湾管理委員会といった、訳けごや、カタカナ書きの、ニューヨークニュージャージーポトオーソリティという表記も見られる。港湾公社は、両州の合意のもとに1921年に、設立された。ニューヨークニュージャージー港湾地域は、リバーティ島に立つ、自由の女神像から4 0トル以内の地域、定義され、その面積は3 9 0 0トルに及ぶ。 ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社が管理、運営する施設は多岐にわたる。ニューアーク・エリザベス港海運ターミナルをはじめとする、ニューヨーク・ニュージャージー港のターミナルは、ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社の管理下に置かれている。また、同港湾公社は、ジョンカイ・ケネディ国際空港をはじめとする、ニューヨーク周辺の5つの空港を管理、運営している。さらに、ハドソン川に架かる橋。 ハドソン川の下をくぐるトンネル、ポートオーソリティバスターミナル、パストレインも、同公安公社が管理、運営している。同公安公社が管理、運営する施設の警備には、約1600人の警官を抱える、独自の警察組織、ポートオーソリティ警察が当たっている。また、ニューヨークニュージャージー公安公社は、公安地域内の土地開発会社との合弁で、不動産開発も手掛けている。 ニューヨーク・ニュージャージー公安公社のトップには、ニューヨーク・ニュージャージー領州知事が合同で立っている。領州知事は、それぞれの州の上院議員の承認のもとに、各6人ずつ、合計12人の委員を選出する。委員の任期は6年である。また、委員は無給である。知事は、同じ州から選出された委員に対しての未拒否権を発動することができる。例えば、ニューヨーク州知事は、 ニューヨーク州選出の委員に対しては拒否権を発動できるが、ニュージャージー州選出の委員に対しては発動できない。委員会の会議は一般に公開されている。委員の多くはビジネス界の大物か政治ブローカーで知事との関係を緊密にしておくことを目的として参加している。これとは別に日々の業務に責任を負い、公安公社のポリシーを施行する役割を果たす。 人物として委員会はエグゼクティブディレクターを選定する。財務面では、公安公社は課税権を有しておらず、また、州政府や地元自治体政府の税収も一切使われていない。公安公社の主な収入源となっているのは施設の賃貸料、橋やトンネルの通行料、通勤電車の運賃である。ニューヨーク・ニュージャージー公安公社は、 ニューヨーク・ニュージャージー港湾地域内の4つのターミナルを管理している。その4つとは、ニューヨーク市ブルックリンクのブルックリンポーオーソリティ、海運ターミナル、ジャージーシティとバイオンヌの西にまたがる自動車、海運ターミナル、スタテンアイランドのハウランド、フット海運ターミナル、およびニューアーク・エリザベスの西にまたがる、ニューアーク・エリザベス港海運ターミナルである。ニューアーク・エリザベス港海運ターミナルは、 全米最初のコンテナ貨物ターミナルである。2004年の統計では、ニューヨーク・ニュージャージー港は、総貨物取扱医療において、南ルイジアナ港及び、ヒューストン港に次いで、全米第3位である。港湾公社は、開港施設のみならず、以下の5つの空港も管理、運営している。ジョンカイ・ケネディ国際空港の各ターミナルと最寄りの地下鉄駅を結ぶ。 新交通システムやニューワーク国際空港の各ターミナルとアムトラックニュージャージートランジットのニューワーク際空港駅を結ぶモノレールも、港湾公社の管理下で運行している。このほか、港湾公社はマンハッタンにあるダウンタウンマンハッタンヘリポートも運営している。マンハッタンとニュージャージーを結ぶ橋や家庭トンネル およびスタテンアイランドとニュージャージーを結ぶ橋はすべて港湾公,公社が所有し、その管理下に置かれている。これらの橋やトンネルは有料で、ニュージャージーからニューヨークに入る自動車には8ドルの通行料が課される。ただし、ニューヨークからニュージャージーへ出る自動車には通行料は課されな。また、港湾公社はマンハッタンの42丁目。 タイムズスクエアの一ブロック西に立地するポートオーソリティバスターミナルやマンハッタン北端のワシントンハイツにあるジョージ・ワシントブリッジバスターミナルも管理運営しているポートオーソリティバスターミナルはニューヨーク市最大のバスターミナルでグレーハウンドをはじめとする中長距離バスや空港へのシャトルバスが発着するほかニュージャージー方面へのコミューター路線のバスも発着する 同ターミナルに発着するバスのほとんどは、リンカーントンネルをくぐってハドソン川を得る。一方、ジョージ・ワシントン・ブリッジバスターミナルは、ニューヨーク市の路線バスや短距離のコミューター路線のバスが、もっぱら発着している。マンハッタンと対岸のジャージーシティ方防圏を結ぶ、通勤電車パストレインも、港湾公社の管理のもとに運行されている。20世紀初頭。 ニューヨーク州とニュージャージー州の間には、鉄道貨物輸送や宗教をめぐってしばしばさかいが起きていた。当時、鉄道はニュージャージー州側を起点としていたが、船に積む貨物や船から積み下ろされた貨物は、マンハッタンやブルックリンに集められた。そのため、橋家でハドソン川を越えて対岸へ貨物を運ばなければ、ならなかった。1916年、ニュージャージー州当局は、 鉄道貨物輸送の問題に関してニューヨーク州を相手に訴訟を起こした。これに対し、週刊通商委員会 ICC は、両州が収益よりも公益を優先し、共同するよう裁定を下した。翌1917年には港湾開発委員会が設立され、ニューヨークニュージャージー港湾地域における効率的な経済開発のために、 領州合同の公社を設置することを勧告した。こうして1921年、ニューヨーク・ニュージャージー領州の合意のもとに、ニューヨーク・ニュージャージー公安公社の前身となる、ニューヨーク公安公社が設立された。ニューヨーク公安公社は、アメリカ合衆国史上初めて、複数の州の合意のもとに設立することを認められた機関であった。革新の気風が追いつしていた。 当時のアメリカ合衆国においては、公安公社というアイディアは、政治的腐敗の減少と政府の効率化を狙ったものであると捉えられた。公安公社は政治的圧力からは距離を置き、選挙のサイクルとは無関係に、より効率的に長期的なインフラ整備プロジェクトを実行することができた。しかしその一方、公安公社にはその歴史のあらゆるところで、民主的な説明責任、 または、その欠如に対する懸念が寄せられてきた。20世紀初め、ニューヨーク・ニュージャージー療収間には、ハドソン川を越える橋もくぐるトンネルもなかった。港湾校舎の設立に先立って、設計と建設が行われてきた。コランドトンネルは1924年開通した。自動車の交通量が増加するにつれて、ハドソン川を渡る交通手段の需要は、より高まっていった。 再建を発行し、利益を上げることが許されているという特性を生かし、公安公社は大規模なインフラ整備プロジェクトを実行、管理してきた。初期のプロジェクトには、スタテンアイランドとニュージャージーとを隔てる海峡、アーサーキルへの架橋などがあった。そのプロジェクトの一つとして、スタテン島とエリザベスを結ぶゲイソルズブリッジが架けられた。橋の名は、パナマウンガ建設の葬式者であった。 アメリカ合衆国陸軍中佐、当時、ジョージ・ワシントン・ケイソルズにちなんで付けられた。並行して、アーサー・アキルの南端に架けられた、アウターブリッジ・クロッシングは、港湾公社最初のトップであった、ユージニアス・エイチ・アウターブリッジからその名を取っている。この2本の橋はいずれも1928年に完成した。1931年には、 スタテン島とその北に位置するバイオンヌ市とを結ぶバイオンルシが完成し、スタテン島とジャージーシティ方面とを結ぶ交通路が確立された。アッパーマンハッタンとフォートリー町とを結ぶジョージ・ワシントンブリッジは1927年に着工し、1931年10月に完成した。橋の建設プロジェクトは公安校舎の主任技術者、 オスマンアーマンの管理の下で進められた。橋は予定よりも早く完成し、また予算よりも低費用で済んだ。その2年後に大統領に就任したフランクリン・ルーズベルトはニューヨーク公安公社の効率の高さに感銘を受け、公安公社をモデルにしててネシー川流域開発公社をはじめとする各種の機関を創設していった。1930年にはコランドトンネルが ニューヨーク港湾公社に移管された。ホランドトンネルの通行量収入により、港湾公社の利益は、格段に増加した。1930年代終盤になると、ホランドトンネルの上流に、ミッドタウンマンハッタンの38丁目39丁目と、ニュージャージーとを結ぶリンカーントンネルの建設が、始まった。一本目のトンネルは1937年に、二本目の、 トンネルは1945年に、そして長い交渉の末に建設された3本目のトンネルは1957年に完成した。1942年、オースティン・ジェイ・トビンがニューヨーク公安公社のエグゼクティブディレクターに就任した。第二次世界大戦の終戦後、公安公社はその運営対象を空港や海運ターミナルへと広げてった。ニューアークリバティ国際空港や ニューワークエリザベス公海運ターミナルもこの時期に作られた。一方、当時支援であったラガーディアフィールド、現ラガーディア空港は199年時点で、すでに離着陸能力の限界に近く、莫大な費用のかかる改修、拡張の必要に迫られていた。当時、空港は慢性的に赤字を出しながら運営されており、市は空港の維持にすら困窮し、 拡張などできる余力はなかった。市は校舎に空港の運営を委託することを検討し、その最有力候補がロバートモスのトライボローブリッジトンネル港であった。長期間にわたる交渉の末、1947年5月31日、ニューヨーク港湾校舎は、ニューヨーク市との間に、ラガーディア空港、ジョンカイ・ケネディ国際空港、およびフロイド・ベネット・フィールドの再建、 開発、運営権を50年間にわたって借用するリース契約を締結した。港湾公社は空港に店舗やレストランを配置し、空港の財務体質を黒字に展示させた。第二次世界大戦中、アメリカ合衆国の経済は国際貿易の拡大に伴って成長した。そうした経済的背景から世界貿易センターの構想が持ち上がった。当時、 ニューヨークにおける経済成長はミッドタウンマンハッタンに集中し、ロワー,ーマンハッタンはデイビッド・ロックフェラー主導で進められたファイナンシャルディストリクトのワチェースマンハッタンプラザ建設など一部の例外を除き全体的に遅れをとっていた。1961年に公開された最初の建設計画では世界貿易センターはイースト側の下半に建てられる予定であった。 しかし、当時のニュージャージー州知事ロバート B ・メーナーは、この計画は、ニューヨークが、この3億3500万ドルのプロジェクトを、独り占めするものだとして、不快感を示し、反対した。その最中、ニュージャージーのハドソンマンハッタン鉄道、原パスレインは倒産の危機に瀕していた。トビンは、ニュージャージーが、世界貿易センタープロジェクトに協力することを、条件に、 ハドソンマンハッタン鉄道の運営を引き継ぐことに合意し、この買収の一部として、港湾公社は、ハドソン川をくぐるハドソンマンハッタン鉄道の2本のトンネルを改修した。また、ローアーマンハッタンのハドソン下半に立地していた、ハドソンマンハッタン鉄道のハドソンターミナルも、港湾公社の所有となった。港湾公社は、ハドソンターミナルの老朽化した建物を取り壊し、 そこに、世界貿易センターを建設することを決定た。ニューヨーク・ニュージャージー領収、及び、港湾公社との間での合意が成立した後も、世界貿易センターの建設計画への批判が続いた。当時のニューヨーク市長、ロバート・ワグナーは、港湾公社が、交渉や討議において関わる範囲を限定している、ことに懸念を示した。また、当時周辺には、ラジオローと呼ばれる、 電気街が形成されてたが、世界貿易センターの建設計画によって、地域のテナント、不動産所有者、小規模な事業主が立ち退きを迫られた。この計画に伴う強制的な移住に対し、約100人の住民が反対運動を起こした。1964年、ランバートセントルイス国際空港や、プルーイットア愛号などの設計で知られるモダニズム、建築家、ミノルヤマサキが、 公安校舎の建築家として採用され、ツインタワーの構想を思いついた。公安校舎の要件である93万平方メートルのオフィス用スペースを確保するためには、ツインタワーはそれぞれ110階建てにする必要があると弾き出された。当時世界一の高さを誇っていたエンパイアステートビルのオーナーは、ツインタワーがこの高さで完成すると世界一のタイトルを失うため、 このプロジェクトに奮闘した。また、補助を受けた大量のオフィススペースが市場に出回り、民間との競争にさらされることに対する批判もあった。またプロジェクトの費用に対する疑問も投げかけられた。1966年時点で、プロジェクトの予算は5億7500万ドルに膨れ上がっていた。ニューヨーク市と公安公社との最終交渉は税制面の問題に集中していた。 最終的には、公安公社が税の代わりに、世界貿易センターのテナント料収入の40%を市に支払うことで合意した。民間のテナントが入る、以外のオフィススペースには、州政府及び連邦政府の機関入ることになった。1962年に、アメリカ合衆国関税局がテナントとして入る、契約を結んだ。1964年には、 ニューヨーク州政府との契約が締結された。1968年8月にノースタワーの翌1969年1月にはサウスタワーの建設が始まった。ツインタワーが完成した時、公安公社が負担する費用は9億ドルに跳ね上がっていた。世界貿易センターは1973年4月4日に開館した。しかし、開館式の場には、 その前年にエグゼクティブディレクターを辞任したトビンの姿はなかった。1972年30年間にわたって公安公社のエグゼクティブディレクターを務めたトビンに代わってウィリアム・ローランがエグゼクティブディレクターに就任した。またその年、公安公社は名称を現在のニューヨーク・ニュージャージー公安公社に改め、組織の構造も改めた。 2001年9月11日の同時多発テロ事件での世界貿易センターの崩壊はニューヨークニュージャージー公安公社にも大きな打撃を与えた。公安公社の本部もまた世界貿易センターにあり職員にも多くの犠牲を出した。事件当時約1400名の職員が世界貿易センターで勤務していたと推定されている。そのうち ポートオーソリティ警察の警官37名を含む84名の職員が事件で死亡した。事件で死亡した職員の中には、同年4月からエグゼクティブディレクターを務めていたニール D、レビンポートオーソリティ警察の警視、フレット・モローンもいた。崩壊後の救助作業により、ポートオーソリティ警察の警官2名が、崩壊から24時間を経過した後で9メートルもの高さに積み上がった。 ガレキから救助された。後に、この2名の警官の救出劇は、オリバー・ストーン監督、ニコラス・ケージ主演の映画、ワールド・トレード・センターで描かれた。世界貿易センター跡地の所有者として、港湾公社は2001年の事件直後から、シルバースタイン不動産会社、ローアー・マンハッタン開発会社と共同で、跡地の再建を進めてきた。2006年、シルバースタイン、 不動産会社代表ラディー・シルバースタインは、公安公社にフリーダムタワーの運営権を譲渡する契約を結んだ。この契約により、シルバースタインは、跡地の東側に150グリニッチストリート、175グリニッチストリート、200グリニッチストリートの3棟のビルを建設する権利を得た。これらのビルは、すべて2011年に完成する予定になっている。また、 跡地の再建計画には2003年11月に作られたパストレインのワールドトレードセンター仮駅に代わるワールドトレードセンター交通ハブを設置することも含まれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。